はい、みなさんこんにちは、ゆかですあれこれラジオ第2回始まりましたあれこれラジオでは、お茶を飲みながら、お菓子を食べながら いろいろなことについて話します特に日本語を勉強している方向けのラジオです YouTube や Apple Podcast、Spotify などで聞くことができます YouTube の方では日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます字を見ながら音声を聞きたい方はぜひ YouTube の方から聞いてみてください えー、今私が飲んでいるお茶は紅茶ですセイロンティーですこちらのスリランカから送ってもらったセイロンティーを飲んでいます、えー、すごくさっぱりしていて何にでも合うようなお茶ですお菓子はこれを食べようと思いますとこちらは 中にフルーツが入っている大福ですフルーツ大福この今中に入っているのはメロンですはい、これを食べながらちょっといろいろな話をしようと思いますはい。じゃあこのフルーツ大福をちょっと食べてみましょうこのようにすごく柔らかい白いこの餅の中に果物とそして白い餡が入っていますうーんー美味しい メロンの香りがすごくいいですね。大福というのは日本でよく見られるお菓子の一つです。伝統的な大福の場合は中に小豆を入れることが多いです。あとは豆も入れたりしますね。豆大福というものもあります。でもこの大福はちょっと特別で果物が入っています。こういうタイプの大福は昔はなかったです。比較的新しいタイプの大福です。 まあ季節それぞれ美味しい果物があるのでそれを楽しめるすごくいい新しいバージョンの大福ですよね美味しかったです今日のテーマは修理です修理というのは問題があったり壊れたりしたものを直して使えるようにすることですそれを修理と言います で、なぜこのテーマを選ぼうと思ったかというと、きっかけがありました。そのきっかけは、私が以前公開した YouTube の動画のコメントです。私は以前、修理に関する YouTube の動画を2つ公開しました。一つは靴の修理。もう一つはスーツケースの修理。 それぞれ修理代としてだいいたた万万円円また1万数千円かかりました。でそのコメントの中で「修理代が高すぎるから新しいものを買った方がいい」というそういう内容のコメントがいくつかありましたでそれを見ていた時にあのこのテーマについて思いつきました「修理」について話そうと思いましたまず前提条件について 私のこと、私の状況について話したいと思います。私は物欲が強いタイプではありません。物欲というのは、物を欲しい、買いたい、所有したいというそういう強い気持ちのことです。物欲。私は物欲が強いタイプではありません。なので、新しいものをどんどん買いたいとか、 そういうものをたくさんコレクションしたいっていう、そういう感じのタイプではありません。どちらかというと、よく考えて一つのものを買って、それをなるべく長く使いたいと思うタイプです。まずそれが一つの前提条件、私の状況ですね。なのでもし自分の靴が壊れたり問題が発生した時に、最初に考えることは、 修理したいです。同じ新しい商品を買うではなく、修理をするが私の中で優先順位が高くなります。そして2つ目の前提条件、状況は、今私が生活している東京とか、生まれ育ったふるさとの神戸とか、そのような町には修理専門店がたくさんあるということです。 例えば、靴の修理専門店。以前 YouTube でも紹介したミスターミニットとかそういうチェーン店の修理専門店がたくさんあります。大きい駅だったら大体どこでもあります。そして、服の修理の店とか、カバンの修理の店、またこういった器の修理の店というのもあります。 まあそのように修理ができる専門店がたくさんあるというのが2つ目の条件です。なので、私は修理をしたいと思ったら、すぐに専門家に頼むことができます。まあ、このようなあの状況なので、私は何か物に問題が発生した壊れたっていう時には修理しようって最初に思います。 でももしかしたらそのコメントをくれた方の家の周りには修理専門店があんまりないとかあるいは、まあ、そういう習慣がないとかまたは新しいものを買いたいっていうそういうタイプの人、まあ、そういう場合は確かに修理代を払うより新しいものを買った方がいいと考えますよねこれはそれぞれの人の価値観 ととかかか状況によって違ううのかなと思いますすさんはどうですか例えば自分が気に入って買ったコップの持ち手の部分が壊れた時最初に何を思いますかああ壊れてしまったっていうその時私だったらああこれ修理できないかなどうかなどうやって修理ができるかな専門店はあるかなというのを最初に 考えますでもそれは私の今のこの状況だからこそですよね。私はよく修理店行きますね先日もあのスワロフスキーのかわいいハリネズミの置物が一部がちょっと壊れてしまってであのスワロフスキーのお店に行って修理を依頼しました。え修理代は確か4,000円ぐらいですね。 このハリネズミがりんごを持ってるんですけどそのりんごの一部分が取れてしまったんですそれでそれの修理を依頼しにそのお店に行きましたあそういえばちなみにこれこのコップは金継ぎという方法で修理しましたこの持ち手の部分ね金継ぎというのは えー、壊れた器などを修復するための伝統的な技術です。あの金継ぎ教室に通っていて、その時にこれを自分で修理しました。どうですか？結構上手にできてない？なんかそういうデザインにも見えませんか <laughs>、うん？あの金継ぎの方法でやりました。でもこれはね、あの金ではなくて、ここは鈴です。中を 漆で接着して外に鈴の粉をこう巻きましたなので正確には金継ぎではなくて鈴で継いだということになりますこういうあの方法もありますねなので金継ぎ教室に行く前の私だったら もしコップとか器とかが壊れたらああしょうがないじゃあ捨てましょうっていうそういう気持ちになってたと思うんだけどあ今私はこの金継ぎっていう方法があるということを知ってそしてそのやり方も分かったので、えー、もし家の中で次に何かコップが壊れたり器が割れたりした時には最初に思うことはああそうだ金継ぎで直そうっていうそういうふうな考えになりますね。 はい、ちなみに金継ぎは最近外国の方にも人気があるみたいですあの体験教室とかもね開かれてるみたいです皆さんももし興味があったら是非見てみてくださいあとはリュックサックですねあの黒い普通の形のリュックサックなんですけどすごく軽くて使いやすいリュックサックなんです気に入っていますでそのリュックサックの肩にかける部分が少し破れてしまいました 自分でそれを修理するのはちょっと難しいと思ったので、えー、近所のそういう修理専門店に行ってお願いをしました修理代はまだわかりませんけど多分いくらぐらいかな5,000円ぐらいかな3,000円か5,000円ぐらいかするのかなと思います、えー、そしてあとは YouTube で紹介した靴ですね靴の修理は私は本当に昔からよくしますね例えばハイヒール の下ののゴムの部分が取れてしまったとかちょっと横の部分に傷が入ったとかそういう小さな問題があった時には、まあ、例えばミスターミニットとか、まあ、他のいろいろな修理専門店があるのでそういったところに行って修理を依頼します例えばハイヒールの下のゴムの部分が取れた場合だと大体500円とか1000円ぐらいかな お店によってまたその材料によって違いますけど円円から1000円ぐらぐいいでで修理ができると思います私にとってはそのような修理代を払うことは自分が好きなものがより長く使えるということになるのでとても嬉しいし特に違和感もなくあのお金を払いますねそれは私にとっては当たり前のことという感じです。 まあ、でも、あの、他の価値観もありますよね。その壊れて、それを修理するのではなく。もっと新しいもの、あるいは最新のバージョンのものを買うっていう、そういう選択もあると思います。もちろん、私も修理をしないで、新しいものを買ったっていう経験はあります。もちろん、あります。それは特に、電化製品ですね。 電化製品の場合は新しいいものを買うことが多いですカメラパソコンスマートフォンとかそういったものは毎年アップデートしますよね毎年どんどん機能性が高くなりますよねもっと早く動くとかもっと綺麗に写真が撮れるとかそういう機能がどんどんバージョンアップしていきますよねどんどん高くなっていきますよね なのでそういうものについては私は修理すすするるよりもも新しいいいのをを買うというとと選択をすることが多いです例えばパソコンとかはそうですね仕事用のパソコンはなるべくいい性能のものを使いたいと思うのでもし今使っているこのパソコンが壊れたら多分私は次のバージョンもう少し新しいバージョンのパソコンを買うと思います そう考えると私が修理をしたいと思うものは何年経ってもその性能は変わらないものですねコップとかカバンとか靴とかスーツケースとかそういったものは例えば1年2年経ったとしてもそんなに大きな性能の差はないですよねそういうもので自分が気に入って好きだったらもう絶対修理したいって思います 皆さんの家の近くにそういう修理専門店はありますか例えば靴の修理専門店とかカバンとか、まあ、そういった日常で使うものの修理専門店っていうのはありますかどうですかもし家の近くにそういう店がたくさんある環境だったら、まあ、すぐに持って行って簡単に修理お願いできるからそういう習慣がつくかなと思います あの私自身の経験でいうと以前ね仕事のために中国の南京で生活ししていたたことがありましたでそこで靴が壊れた時に修理店が見つかからなかったんですねあのインターネットでこう調べたんですけど「靴修理店」とか「靴修理」っていうふうに検索したんですけどなんかうまく見つからなくてそれで会社の同僚に聞いたらあの修理店に持っていくっていう選択は まず考えないって言ってて言ましたなぜならその修理店がないからね、えー、自分で修理するのもちょっと難しいのであの壊れたたまままま履き続けるるか、ま、たは捨てるって言ってっっ言したでその時私も、まあ、その気に入っていた靴があって壊れてしまって修理できなかったのであの日本に帰国するタイミングの時に日本で修理をしました。 だからもしずっとそういうあの修理店が周りにない環境で生活していたら確かに何か物が壊れた時修理するっていう選択はあんまり考えないかもしれないですね。うん環境による影響は確かに大きいと思いますね。はい。ということで、まあ、そろそろ終わりにしようと思いますが、えー、いかがでしょう皆さんは修理について どんな価値観を持っていますかどんな習慣を持っていますか何か自分の身の回りのものが壊れた時最初に考えることは何ですか是非あのコメント欄で教えてくださいまた何か壊れて修理した経験があるものがあったら是非それも教えてください例えば椅子が壊れて自分で修理しましたとか服 が破れて、それを専門店でお願いして修理してもらいましたとか、何かそういう修理に関する話、修理に関する経験とかがあれば、ぜひコメント欄でも教えてください。はい。それでは今日のあれこれラジオはここで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバーイ。